岸田派のシリーズをやっていますけれども、えっと、えー、先週あったのを覚えていますか,、えー、か、語りかけの土台は聖書であるということですね、えー、その聖書を土台にして、今度は思いのうちに語られるということですね、私たちの思い、これはすごく重要な語りかけの一つです、えー、思いの中にいろんな思いが神様を与えてくださいます、ただ、書いてあって言ってましたように、自分の思い、自分の願いですね、それが神様と一緒なら問題ないんですけど、神とぶつかってしまう自分の思い。 それから必ずぶつかってくるサタンからの思い違う霊からの思いというのがありますので吟味は非常に必要です、まあ、あの吟味のやり方はこれからまたいろいろ話しますけれどもですからあの吟味はとっても必要ですけど確かに思いのち語っていくのであの神様が思い語られることをですねしっかり聞いてほしいと思いますでそれでその時さっき言ってたその心を神に向ける神様にしっかり心を向けていると神様の思いが心の中によく入っていくんですね でも神様に心を向けてないと思いの中に自分の考えや場合によっては違う例からのサタンからの窓しが来てくる場合があります。だからあの気をつけないといけないですねあの、まあ。よく若い人がねあるのはその例えば、えー、神様よりも教会に来てるけど神様よりも、えー、心を向けたい人がいてね <laughs> その人に心が向いてるとですねあの例えば もうこの人と結婚する頃だとすころがあの本当に神様に心を向けてると違う場合は違うって分かるんですよねあの秋元福士が、ね、大学出る時に結婚しといた方がいいと思ってあ後輩に、えー、この人じゃないからと思ってまあ思ったけど祈ったら違ったってさらっと書いてありますけどあさらっと書いてありますけどそれで違うってやめたってことを言ってましたけども。 あの普通は心を向いていると、もうそれで走ってしまうんですね、それがなかだったら、神に心を向けていないと、私は自分の思いに捉えてしまったり、あるいは場合によっては違う例に捉えてしまうからです、本当に主に心を向けるということは、実は正しく神様の思いを受け取る上でとっても大切ですね、まあ、その上でさらに吟味は必ですけどね、それをぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。はい